ダークチェリー、瀬戸内の塩、うん、と期間限定のダークチェリー。おお、果肉みたいなもん。で、牧場は牛舎へ入るお客様に注意書きがございます。多分、うん、多くの方が来たことあるんじゃないかなと思いますが、来てなくてもね、食べたことよくあるんじゃないかなと思います。ジェラート、そうジェラートはねきっと有名だと思うので知ってる方も多いし、確かにねキッチンカーとかもあるしね、うん、なんかいろんなところに出店されているので、はい、食べたことあるんじゃないかなと思うんですけども、私も久しぶりにここに来たから、うん、めっちゃだからね、なんか全然覚えてないんだ記憶の、まあだから今日普通に牧場を楽しみたいと思います、はい、ジェラートも食べたいしね、はい、で、ここはね、6時までだけど、ジェラートとかはね、11月、2月とか平日5時までだ。そう、そっか。で、今日5時までに食べないといけない、ジェラート、はい、よし、じゃ食べよう、急ごう。ここが、やすとみ牧場ファミリーって書いてて、ここでジェラートが食べれるということなので行ってみたいと思います、はい。おお、ホットコーヒーフロートっていうのも、アイスのクレープもあるんだって。本当やね。で、白玉ジェラートも美味しそうやしな。でも限定だってあれも、うん、ホットコーヒーフロートさ、冬でも来れるっていいね。そう、しかもジェラートが乗っとんよ。おお、これはちょっと熱い感じじゃない、うん、絶対ベッドに限定。どんな感じなんだろう、飲みたいね。で、こっちのメニューの、まあ、通常メニューの方に行きますと、本日のジェラートメニュー全22種めちゃめちゃあるじゃん。22種、何ある？岡山いちご、瀬戸の塩、瀬戸の塩、絶対美味しい、美味しいやつ。ダークチェリーとかも珍しいね。ああ、結構いっぱい。ピオーネもあるし、結構ね、あれだな、なんかイチジクとか岡山にちなんだものも結構ありますね。ダブルのカップがいいな、うちも、はい、うん、ダブル美味しそう、これも美味しそう。ドラゴンフルーツが甘いんですか？塩とドラゴンフルーツは甘い。瀬戸内の塩ってやつ、塩とダークチェリー、ダークチェリー塩で、はい、はい、私はこれピンクのがドラゴンフルーツ&パイン、岡山のドラゴンフルーツって書いてあった。で、こっちが瀬戸内の塩です。はい、かぶるからやめた方がいいかなと思いつつ、うん、美味しそうすぎて瀬戸内の塩、うん、と期間限定のダークチェリーを選びました。とりあえず私は塩ですね、塩からね、いきましょう。2人でいただきます。うん、塩、お、美味しい。待って、塩で甘みが、濃厚さが引き立つね。本当に塩バニラって美味しいよね。美味しい。もう予想通りの味をしとって、このなんていうんかな、塩すぎない塩で、あのバニラの味が引き立つっていうこの塩感、塩素晴らしい。すごいスピードで食べちゃう。うまっ。ダークチェリーも食べます。きれい。おー、果肉みたいなもん入ってる。うん、おいしい。マジ、うん、イタリア産のダークチェリーらしくって。じゃあ私は岡山産のドラゴンフルーツいきます。うん、めっちゃパイン、うん、でもめっちゃおいしい。このパイン、私パイン大好きなんよ。いや、嫌いじゃないけど、なんかわざわざあんまり選ばんのだけどさ、おいしい。ちょっとパインアメっぽい。ポニーがね、こっちのなんか言うんかと思った子供かなと思うの。ポニーが剥いとったんや、こっちを。
あ、燃えとる。ほらほら、アイス食べるかい？いるか。じゃあここですね、トイレの前、はい、あのファミリーのさっきのジェラートがあって、さっきのとこポニーちゃんがいて、で牧場は斜め左上、え、これがポニー、ここじゃん、あ、待って、ここじゃん、ごめんごめん、うさぎ小屋とあれはそっち、こっちか、すごい、いたね、うん、お、放牧された牛たちを近くで見ること、牛舎へ入るお客様に注意書きがございます。牛たちの住まいです。はい、鳥柄地球です。それはまあなんか置いた方が楽しい、かわいいから、かわいいからじゃない。うわっ、 あれみたい、あれあれ、ドラマであったやん、わからんか、おお、パチションだった。やってきました。ここにいる子たちは、ホルスタインの、ホルスタインの赤ちゃん、赤ちゃんです。自由気ままです。そうなの、自由気ままでな。さっきから40キロあるってすごい。来たよ。わー、それ痒いんだな、君そこ。来たよ。え、ギャル食べられるよ、俺。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。赤ちゃん食べられる。こと見とるよ。あ、でもこっちがちょっと見とるから。ほらほら、来た見とる、かわいい、ほらほらほら、めっちゃかわいい。もうギエル食べられよるよ。あ、もしかしたら作業員の人に似てんのかもしれない。そうかも、色が餌だと思われてるよ。あ、彼女、作業員の人、本当に後ろから、
絡みつけより早いかな、食べたいかな、わからん、何のアイズ、うわー、なんかうわー、いや、こんな近くで牛をね、眺めることそんなないからな、すごい、すごいよ、すごい、すごい数の牛さんいるし、すごい広いよね、広い、牛舎が広い、なかなかこの大きさはないよね、多分し、近いんだわもう近いんだわ、触れるからね、もう触れるよね、うん、で、何回もゲイルさんは食べられてました、そう、牛さんに、うちも一回食べられた、あ、そう、食べられた動画はいかがでしたでしょうか。いつも最後まで見てくれてありがとうございます、いつもね皆さんからのコメントとか、DM とかめちゃめちゃ励みになってます、もうね動画を作ったりするモチベーションにもなるので、今後とも皆さんどうぞ楽しんで見ていただけたら嬉しいです。よかったら今回の動画にもコメントしてください。よろしくお願いします。次の動画もお楽しみに。